どうもー、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。よろしくお願いしまーす。ねえねえ魔理沙。なんだ。私ね、海外旅行なんてしてみたいなーって思うんですよ。ああ、霊のあれが流行ってから、したくてもできなかったもんなー。そうそう、流行ってますもんね、水虫。お前の足の話はしてねえよ。誰が興味あるんだよ。私、死ぬまでに一度は行きたいところがあって。ほう、ウユニ塩湖って言うんですけどね。ああ、写真とかでよく見るけど、綺麗だよなあそこ。あの広大な景色の中を、思いっきり駆け抜けてみたいんですよ。でも標高高いんだろ？息切れしちゃうんじゃねえか？大丈夫です。塩湖のマエストロ発動しますから。馬娘か。コーナーで差をつけてんじゃねえよ。でもボリビアって遠いんですよね。そりゃ地球のほぼ裏側だからな。うちの近くまで来てくれませんかねえ。塩湖が、足生やしてか。来るわけねえだろ。え、でも今度日本ツアーやるって、大物アーティストじゃねえか。あとは、モンサンミッシェルとかもいいですよねー。ああ、フランスにある、有名なケーキ屋さんですよね。でかすぎるわ。甘味の供給方なんだよ。それってあなたの感想ですよね。お前の妄想だよ。じゃあ逆にマリサ、行きたいところとかあるの？ああ、ベトナムのハロン湾とか気になるな。え、アガリさんハロン、競馬から離れろ、ギャンブル依存症が。質問来てた、過度なツッコミで相方を怪我させた場合、犯罪になりますかって。唐突なアトム法律事務所やめろ。結論、なる場合とならん場合がある。やめろっつってんだろ。ハロン湾の他に行きたいところは？具体的にどこってのはないけど、海が綺麗なところで、マリンスポーツとかしてみたいかな。そっか、なら霧雨マリンに改名して、船長系 VTuber としてデビューしてみたら、ホロライブに喧嘩売れってか。でもいいよねー、海。私も早くジンベイザメ釣ってみたいなー。それができんのは熱森の中だけだぞ。どうせ海外に行くなら、豪華客船でクルーズなんてのもいいですよねー。それは同感だな。甲板で浴びる海風、エレガントな客室。発見される死体、放たれる麻酔銃、仕掛けられる爆弾。待て、それ絶対コナンくん乗ってるだろ、しかも劇場版。一体その紅茶はいつから？セリフあんのかよ、さりげなくヒント与えとるし。海外移住とかも憧れますよねー。私みんなのスパチャでビバリーヒルズに住むんだ。視聴者当てにしすぎだろ、石油王でもいるんか。赤スパ待ってるよ、黙っとけ。でも結局、住むのは日本でいいやってなりそう。治安いいし、何より飯がうまいもんな。カレーとか、ドライカレーとか、バターチキンなんでカレーばっかりなんだよ、インドに住めや。ダメだよ、インドに住んだら、インドアになって旅行しなくなっちゃう、なんつって、もうええわ。ありがとうございましたー。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。